はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の図形シリーズ第20弾お送りします。で、今回この4問やりますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回情報がね、ちょこちょこ入ってるんですが、まあ、図の方に全部書き込んでくれてるので、ちょっと、画面下げてやっちゃいますね。ちょっと下げますんで、お待ちください。いくよ。よいしょ。もうちょいか。この辺、ちょっと行き過ぎたね。この辺で行きましょうか。よし、じゃあ行きましょう。で、いつも通りね、問題用紙は Twitter とか、あとは自分のホームページにね、貼っておきますんで、よかったらそっちも使ってみてください。で、まあ、図形問題でございます。でね、まず、その問題をスタートする前に、まあ、こういう問題が出てきた時にどういう風に考えるかっていうのをちょっと話したくって、例えば図形があった時に、今回円はないですよね。円が入ってくれば、円周角の定理はもうほぼ使えます。円がある場合は。まあ、円がないと。で、しかも今回は角度を求める問題がなくって、長さなんだよね。で、長さで、しかも、最初から直角がもう1個与えられてる。ああ、これは三平方の定理使うだろうなと思ってください。で、もしくは三平方か相似です。中学校の範囲だったら三平方か相似がほぼになる。で、その三平方の定理、まあ普通にね、三平方の定理っていうのも大事なんですけど、それプラス、二種類の三角定規、ありますよね。まず尖ってる方は90、60、30です、角度が。で、その角度も大事なんですけど、あと辺の比が1対2対ルート3。いいね。2とルート3の場所間違わないのにね。で、あとはもう一種類の三角定規。これが90度で、あと2つが45。両方ともね。で、辺の比が1対1対ルート2っていうのがあるんですよ。で、これをよく使います。まあ、これがね、絶対出てくるってわけではないんですけど、これは必ず覚えておきましょう。で、実際今回の問題はこれを使います。で、しかもこれがすごいミソになる。大事になる。いいね。で、まず1番からやっていくと、今回は P が BC の上を動きます。この上をね、動くんですけど、で、その AP と PD を足したものが主役になってて、まず1番が最も長くなるとき。これね、やってもらった方の中で戸惑った子いない？俺すごい戸惑ったんだけど。これ2番に最も短くなるがあるんですけど、これがすごくオーソドックス。まあ、よく出てくるね、最も短くなるって。で、見たときに、長いときと思って。で、まあ、これは計算うんぬんじゃなくって、ここ動くじゃん。で、まあ、AP 足す PD とかとなるけど、で、一番長いときって多分ここじゃないっていう。だって一番離れてるじゃん、ここが。こっちよりも、こっちの方が遠いよね。そう。だから、じゃあ AP が C になったときだと。ここに来たときだから、AP 足す PD って3とルート3足したもの、で、いいんだよねとかって思いながら答え書いたけど、これ。で、実際これが答えでした。そう。まあ、4番すごく難しいんですけど、今回。これが一番戸惑ったよね。合ってっかなと思いながら。まあ、これ実際1番これで終了。じゃあ2番行きましょう。で、2番は、ま、よく出てくる最も短い時です。二つの線分、AP と PD を足したものが一番短くなるのは直線の時です。直線。つまり、A と D を結んで、P ってまっすぐな線を引いた時が一番短くなります。で、その時を出しに行くんですけど、ちょっとね、3番4番でもこの図もろに使うので、今回2番はちょっとこっちに書き出します。いい。A と D 繋いだと思ってください。ピーっとね。上が A で、ここが D。で、右側をちょっと使いたいので、まあ、こんな感じでいいかな。ここに C がある。で、もともとここにま、横の線がある。点線しちゃうけどね。で、まあ、ここに P がいると思ってください。状態としては。で、A、まあ、AP 足す PD なんで、結局 AD だよね。まあ、ここ全部まとめて X って置いちゃいましょう。で、AC が3なんですよ。で、下の CD はルート3なんですよ。で、こっからなんか出せねえかなっていう感じがしてって、実はですね、これ、さっき言ったこいつがすごくポイントになってる。この、ちょっと今回こっち右側は使わないんですけど、左側のこの三角定規、
いるんだよね、この中にもすでに。どこにいるって、下の三角形もろにこいつです。なぜなら、ここ90度なんですよ。で、2なんですよ。ルート3なんですよ。さっき言ったように、まあ、これ比だからね、2とルート3になんなきゃいけないわけじゃないんだけど、1対2対ルート3になってて90度。あ、こいつじゃんって。だから、ここの長さ1センチなの。この長さ。で、ここが30度。ここが60度ってことがわかるんです。で、ここに気づけるかどうかが大事。今回は。で、気づけると何が起こるって。ここの角度を見てください。上は60です。下30です。足せば90。つまりここ直角なんだよね。直角三角形になりました。求めたい辺はあります。でも残りの2つ出てますから、じゃあ三平方の定理でいいじゃんっていう感じで終わり。で、三平方の定理は、斜辺、斜めのところね、滑り台の滑るところ。そこの2乗、イコール、残った辺を2乗、9足す、こっち、ルート32乗すると3。で、こうなります。で、x2 乗イコール12。これちょっと一回ちゃんととこっか。12。で、2乗を取る代わりに、プラスマイナス、ルートがつきます。ルート12、直すと2ルート3です。で、これ両方答え書くと×を加えます。長さにマイナスはありえないので、プラスの方だけ取って、今答えは、2ルート3センチメートルと、括弧にしようか。これで終了となります。あ、ごめんね。ごめんね。で、3番ですね。こっからはちょっと難易度が一気に上がっていくと。で、3番は、点 P が固定されます。どこかっていうと、BC の中点。まあ、この辺かな？真ん中だと。いいかな？ここに P がいると思ってください。ちょうど真ん中です。つまり、もともと2センチなので、1、1になります。1、1。その時の、AP たす PD なんで、ちょっと引きましょうか。AP たす PD。これを求めたいと。で、これはもうまっすぐになってないので、AP、上と下、それぞれ分けて求めます。で、楽な方からいきます。ちょっと赤でいっか。3番。下の PD から行きましょう。これ実は計算なしで速攻です。1センチ終了っていうね。ここ1センチなんです、PD。なぜかっていうと、これね、半分中点にしたことによって、さっき言ったようにここ1なんですよ、上。ここ1センチ。で、今、この三角形見てください。ここ。1センチ、1センチ、二等辺三角形だよね。しかも間の角60度なんですよ。ってことは、残った角度60だからね、これ。120度を2つで分けるから60、60。あ、正三角形じゃんって。そう、ここに気づけるかも大事なんだよね。だから正三角形全部の長さ一緒なんで PD は1センチだと。これ終了。こっちはいいんですよね。で、残りは AP です、ここ。で、AP 出したいんですけど、まあ見て分かるように斜めになってると。で、斜めの辺を、辺の長さ出したかったら、まあほぼ三平方にしたい。でも直角三角形がない、今。上の三角形にね。じゃあ作るしかねえじゃんって言って自分で作ります。で、作る、どこに作るって言ったら、この辺を使わなきゃいけないんで、まあ、こっからまっすぐ下に下ろすしかない。こうやって。水線を下ろしてきます。で、ちょっとね、アルファベットを D まで使ってるから、E とかにしましょうか。ここをね。じゃあ、そこの APE ですね。ここの細長い三角形。ここを使っていきたいと。で、AP を出すためには、さっきやったように、二つの長さ、AE と PE の長さが分かれば三平方で倒せる。じゃあ、それぞれ求めらんないかなって考えていきます。で、そのためにはどうするかっていうと、まず AE から、まあ、一緒に倒せるんですけど、AE を出すために、ちょっと右の三角形、ここ。ACE を考えようと。書き出します。上が A で、ちょっと邪魔だよ、ごめんね。C で、E だと。はい。ってね。OK, OK。で、ここ90度。水線下ろしたからね。90度で、ここ、60なんだよね。おや、待てと。60、90で、ここ30でしょ。ってことは、こいつ使えるんだよね、もろに。そう。ってことで、しかも AC の長さが3って分かってるから、1対2対ルート3です。まず AE から行きましょうか。AE と AC を使いたいから2対ルート3。つまり、2対、ちょっともうちょっと上から行きたい。2対ルート3イコール3対 AE だと。
いいね。2対ルート3イコール3対 AE。で、なんか外外計算すると、まあ、外外から行きましょう。2AE イコール3ルート3なんで、AE イコール2分の3ルート3ってわかります。ここがね。書いちゃうか。2分の3ルート3入っててほしい。大丈夫。で、次が下です。CE。ここは1対2のとこなんで、1対2イコール CE イコール3となる。で、なんか外外で計算するとちょっとこれ暗算するよ。CE イコール、2分の3とわかります。ここ下2分の3ね。で、さっき言ったように AE と PE が欲しいんですよ、今。じゃあこっち書きましょう。求めたいのは細長い方の三角形。A と E と P ね。ここね。この細長い三角形。で、AE は今ゲットしました。2分の3ルート3って。で、AP 求めたいから X にしときましょう。あとは PE だと。で、これ P もらったんですよ。なぜかっていうと、CE。ここが2分のルート3って分かりました。P ここでしょ？じゃ、こっからさ、右引けばいいじゃん。CP 引けばここ残るから。2分のルート3で CP1 だからね、今。中点だから。だから2分のルート3から1を引けば2分の1って分かります、ここ。ってことで、OK。じゃあ行きましょうと。行きましょう。X2 乗、斜辺の2乗イコール、下行こうか。2乗すると4分の1、プラス、こいつ2乗すると4分の27です。4分の27。で、足すと4分の28なんで7になります。な、X2 乗イコール7なんだけど、プラスマイナスルートで、プラスマイナスルート7。でもマイナスはないから、長さに。だからルート7だよって、AP はね。で、結局、AP 足す PD を出したかったんで、これ完全に答えあかんな。かけん。ここに行こうか。ルート7と1を足して、ルート7、プラス、1センチメートルと、これ入ってる。これが3番の答えになります。やっべ、4番ちょっと待ってね。入るか、これ。っていう感じ。いいかな。で、まあ、4番で使う情報なんでね、先にやってしまうんですけど、次、4番でもこの AE を使います。使っていくの。でね、今、AE になった時に、ここ2分の1って出たじゃん。2分の1。ってことは、ここも2分の1だよね。もともと1を分けてるから、2分の1と2分の1。ってことは、こいつ、二等辺三角形なんですよ。二等辺三角形からまっすぐ下に下ろしてきたら半分になってるからね。いい？で、実は、まあ、4番で関わるんで書いちゃいますけど、こう引いたとき、下からね、垂線持ってきたとき、結果的に一直線になるんです、それ。いい、被るんですけど、下に関しても、ここの三角形見てください。この、ちょっとね、ちっちゃいやつ。ここさ、垂線下ろしたから90度でしょ？ここだから、60度、90度なってるから、こう30度でまた三角定規が出てくるわけ。で、1対2対ルート3で計算すると、ここ2分の1なんですよ。下の三角形でやってもね。だから、下の三角形でも2分の1、2分の1ってなるから、結局、上と下、この AE と DE は一直線で繋がってるっていうのが、一応欲しい。やるとしたら。でも多分、俺が実際みんなみたいに受験生で問題解いてたら、いや、これ図的にまっすぐなるっしょ。って思って解いちゃう、きっと。なるから、結局ね。ただ一応、なんでなるって言われたらそうなります。まあ、これ4番使うんでね、ちょっと後で、まあ、先やっちゃいましたけど。いいかな。じゃあ4番行きましょう。で、4番はですね、もう、まあ、有名な解き方ではあるんですが、かなり難しいです。やり方としては。で、P が、ごめん、AP 足す PD が今回固定されてます。4センチっていう。じゃあ、まあ、P どの辺にいるかなっていうと、実際この、今出した中点より右にいます。まあ、この辺にいるかなって考える。で、一応、なんで、中点より右にいるって思ったかっていうと、今さ、これ、ルート7たす1って、これ4よりちっちゃいんよ。ちっちゃいよ。ちっちゃいんですよ。ごめん。ちっちゃいんですよ。なぜかっていうと、ルート7って2点ほにゃららなの。3がルート9だから、ルート9まで行ってないんで、2点ほにゃらら。つまり3点ほにゃららなんだよね。で、合わせて4センチにするには、伸ばすしかないから、今のより。で、伸ばすためには、ここ P を右に行かないと伸びないからね。だからきっと今出したより P は右にいるだろうって考えましたと。まあ、それはどうでもいいんですけど。で、ここは今3番で使ったやつなんで、ちょっと消しちゃいます。線ダブルからね。で、ここと、ここを出していきたいと。で、AP 求めろって言ってるから、まあ、求めたいものは X って置きましょう。これはいつも通りですね。
で、その時大事なのが、上を X って置いたことによって、下の PD を 4-X ってこう置けるかどうか。これは AP 足す PD。ね。これ2つ足したものが4って言ってる。片方 X って置けば合わせて4なんだから、4から X 引けばいいだろうと。まずこれ置けるかどうか。ごめんね。で、何をやっていくかっていうと、これも三平方の定理で攻めていきます。まあ、自分はそう解いたんですけど。で、どこ使うかっていうと、まず上の三角形見てください。上の三角形ね。ここの、三角形 AEP。まあ、AP 使わなきゃいけないからさ、ここ使っていきます。で、PE は出せませんけど、AE はさっき出しました。どこだっけ？ここ。二分の三ルート三。こうやってね、出したと。だから、これ、無理やり、PE2 乗って置いていくんです。あのね、まあ、斜辺の方から行くんだったら、斜辺、斜めの2乗なんで、X2 乗でしょ？イコール、P、そのまま PE って書いちゃって。PE の2乗、プラス、こいつの2乗なんで、4分の27ってなるんですよ。で、これを変形して、PE の2乗、イコール、X2 乗マイナス4分の27とこうなります。これはこいつをこっちに持ってきただけです。左辺にね。で、こんなん見てもさ、何やってんだってなると思うんですけど、これ今上の三角形の話ね。これ終了。次、下行きます。わざわざ 4-X って置いてるから。で、この下の三角形でも同じことをします。ここ。これ直角だからね。で、そのためには、ここの長さが欲しい。ここ。でもここはさっきも言ったように、これが1対2対ルート3になってるんで、この長さは2分のルート3で出せます。いいね。火を使えば。この状態をね。使えば2分のルート3だと。で、同じように、斜辺の2乗から考えると、これはね、右上使っていいですか。斜辺、4-x の2乗イコール、PE の2乗。ここね。プラス、これ、2分のルート3の2乗は4分の3。こうなります。で、同じように変形すると、PE の2乗イコール 4-X の2乗マイナス4分の3となります。いい？同じ PE を上と下の三角形が共有してる。同じなの。同じだから、上の三角形で三平方を使って、下の三角形で三平方を使って、同じ PE2 乗を出してきたの、今。なんで出したかって。これ、同じじゃん。ってことは、右辺のこいつとこいつも同じだよね、当然。だから、この二つ、まあ、連立方程式みたいな感じだけど、この二つから、X2 乗マイナス4分の27イコールこいつって出せる。で、ちょっと計算上今展開しちゃいます、これ。16マイナス 8X プラス X2 乗マイナス4分の3って、こっからね、PE2 乗を繋ぐことによって式ができたと。で、しかもこれ、X2 乗消えるんですよ、ちゃんと。まあ、あ、残っててもね、とことできますけど、みんなは。で、消えると、まとめると、8X イコール、6だから、22。ってなって、8で割ると、8分の22。2で割れば、答えが、4分の 11X がね。で、X はもともと求めたかった AP、そのままなってるから、じゃあこれ答えでいいでしょってことで、線が入ってないから引きます。ごめん、ちょっと待って。これでいいかな。といった感じです。もしかしたら4番はね、違う解き方あるかもしれないんですが、割とね、よく使うっていうか、難問の最後とかで結構使う技なんで、今回ね、紹介したくて、これでやらせていただきました。全体的にちょっと難しめな問題にはなってるんですが、個人的には2番までは、できるようになってほしい。うん、数学苦手な方でもね、取れるようになってほしいとこなので、ぜひ復習して、まあ、みんなが必要なとこだけ復習してもらえたらと思います。では、今回はね、この4問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後まで授業を聞いてくれてありがとうございました。今表示されている動画や再生リストの方から他の勉強内容だったり、あとはテーマを決めて喋ったものに飛ぶこともできますので、よかったらそちらも見てみてください。また、チャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、よかったらよろしくお願いします。では、またね、次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。